2020年新型コロナウイルスの感染拡大により多くの企業ではリモートワークが定着、働く環境の大きな変化から見えてきたのは理想と現実のギャップ。コロナ禍における仕事の質への悪影響要因の調査の結果、その多くが対面でのコミュニケーション不足に関することだった。岡村はこれからの働くを捉える新たなフレームを発表、ワークビジョン 2020X。 個人、チーム、組織にカテゴリーを分け、9つの視点を設定。コロナ禍の今、特に重要となる2つの視点、熱気と癒しに着目した。熱気あるコミュニケーション、メンバーが瞬時に集まり、表情や感情を感じ、アイデアを出し合う。血の通った意見を交わし、活発に議論を繰り広げる。熱気を帯びたコミュニケーションが最高の成果を生み出す近道になる。心身への癒し、好きな場所で気分転換、リラックスしながら話をする。仕事の成果とは無関係に思える時間が心のつながりを強めてくれる。自由な姿勢で健康的に働く、誰にも邪魔されずに集中できる。誰にとっても快適で癒されるオフィス環境がこれまで以上に求められている。あえて境界をなくし、緩やかにつながる。予期せぬコミュニケーションを楽しみ、人と人とのつながりを感じながら働く。リモートワークだけでは絶対に生まれない熱気、癒し、それこそがオフィスの真の価値ではないだろうか。仲間の熱気に思いが込み上げる。打ち解け合うから癒される。心が鼓動する瞬間がオフィスにはある。今日ハートビートするオフィスで会おう。